久しぶりだな。ご無沙汰しております。なんだ元気なさそうだな。おかげさまで。そうか、今は何をしてたんだ。ドラゴンボールを読んでおりました。また懐かしいものを。特にセルが18号を吐き出すシーンは心躍るものがありましたね。そこか。それとセンズという食べ物はこの世に存在するのでしょうか。え、高い回復作用と何と言っても一粒で満腹になるあの効果に私興奮止まらない。本題に移るぞ。はい。まず最初に、お前を1年以上もの間監禁させてしまって申し訳ない。死ぬかと思いました。初登場からずっと皆勤賞だったお前を休ませるとなると、それ相応の被害が出ると思ったんでな、こういった対処となったわけだ。どうだ、気が合ってるか。いえ、なんとか保ってます。はい、保ってます。それはすごいな。カプコンさん、サンブレイク出てみるか。正気ですか。お前には言われたくなかったな。古竜級生物であるラージャとバゼルギウスがいて、お前だけいないのもかわいそうだしな。上に掛け合ってみるよ。カプコンさん、しびれ生肉もまた食べたいだろう。それは結構です。最後にこれだけ聞いてもいいですか。なんだ。先祖は実在しますか。しない。あ、